はい、こんにちは、レトスの大野です。8月11日の3問に入っていきます。 A の被用者 B の不法行為で C が損害を被った場合、 B の職務外の行為であってもその行為の外形から判断して B の職務の範囲内に属すると認められるとき、 A は C に対して使用者責任を負うことがある、丸か×かという問題です。答えは丸ですね。被用者っていうのは、従業員って考えていただいたら分かりやすいと思います。従業員が仕事中に不法行為をしたと、この場合使用者、これ会社ですね、会社が、きちんと選任しなかった、またきちんと監督しなかった、こういった場合使用者は損害賠償をしなければならないんですね。つまり使用者も損害賠償責任を負うんだってことです。これを使用者責任って言います。そして判例では被用者の職務行為そのものには属しない場合でも、つまり仕事中でない場合だったとしても、その行為の外形から判断して職務の範囲内に属すると認められるとき、つまり、見た感じですね、ここにも書いてあるんですけど、見た感じ仕事しているときの不法行為だと、見なされるようなときですね、そういった場合は使用者責任が生じます。つまり、問題文の B の職務の範囲内に属すると認められるとき、A は C に対して、A って使用者ですね。使用者は被害者 C に対して使用者責任を負うことがあるっていうのは正しい記述になります。で、問い2ですね。監督処分です。国土交通大臣に、宅建業を営む旨の届け出をしている信託業法第3条の免許を受けた信託会社は、宅建業の業務に関し取引の関係者に損害を与えたときは、指示処分を受けることがある、丸か×かという問題ですね。で、答えは丸です。指示処分受けることはあります。で、ポイントとしてはですね、まず、信託会社っていうのは、免許を受ける必要はないんですね。国土交通大臣に届け出をするだけで、宅建業を営むことができます。まず、これは基本事項として頭に入れておきましょう。で、これってどういうことを言ってるかっていうと、信託会社は免許に関する宅建業法の規定は適用されないことを意味してるんですね。これ免許を受ける必要ないわけですよね。届け出だけでいい。つまり免許に関するルールは適用されませんよって話なんですよ。ってことは、免許に関するルールが適用されないってことは、免許取り消し処分はありえないんですね。なぜなら、そもそも免許を受けてないからなんですけれども。なんで、ここも二つ目のポイントとして覚えていただきたいんですよ。で、今回の問題はこの2つのポイントではなくて、次のポイントで、免許取り消し処分以外の監督処分、例えば、指示処分とか業務停止処分ですね。こういったものについては、他の宅建業者同様適用されるんです。つまり、今回の問題文、指示処分を受けることはあるというのは丸になるということです。で、今回3つのポイントをお伝えいたしましたので、3つのポイント、ちゃんと頭に入れておきましょう。で、問3ですね。土地区画整理組合が仮勘定を指定した場合において、当該処分によって使用し、または収益することができるもののなくなった従前の宅地については、勘定処分の公告がある日までは、当該宅地の損する市町村がこれを管理する。丸か×かという問題です。答えは×ですね。仮勘定の指定により使用収益することができるものがなくなった従前の宅地っていうのは誰が管理するかというと、施工者が管理するんですね。仮勘定の指定の効力の発生日から勘定処分の公告がある日までは施工者が管理します。今回の問題で言うと、土地区画整理組合が施工者なので、この土地区画整理組合が管理するわけです。市町村が管理するわけではありませんので、×になるということです。弊社レトスが販売している予想模試、これが他社さんのものだったりとか、市販のものですねと比べてどう違うのかというところを、ちょっと解説部分を見ていただいて、実際に見ていただいて、どう違うのかっていうのを比べていただければと思います。で、実際今年販売している模試のちょっと解説の中身をお見せするんですね。なので、ちょっと答えが見えたりすると思うんですけども、具体的な解説をするというよりは、解説の概要ですね。概要についてお伝えをするので、おそらくこの動画を見ていただいたとしても、これからあなたが模試を行っていただく上で、答えを覚えちゃったとかね、そういったことはないと思いますので、その点ご安心いただければと思います。そして予想模試を使う目的っていうのは、これはですね、おそらく皆さん同じだと思うんですけども、模試を使って残り2ヶ月、
もしかしたら残り1ヶ月しかないかもしれない。実際毎年ですね、試験、1週間前からでも弊社の様子をもしご購入いただいて、やっていただける方もいらっしゃるんですね。だからもしかしたらこの動画を見ているのが、試験、1週間前かもしれない。いずれにしても、その模試を使って、なんとか合格レベルまで持っていきたい、実力を上げたい、っていうのがおそらく目的だと思うんですね。そのためには、できるだけ多くの知識、まあ、つまり使える知識ですね。本試験で使える知識というものをたくさん頭に入れないといけない。そのためには理解すべき部分は理解する。関連ポイントは合わせて頭に入れていく。そういったことをやっていかないといけないわけですよね。で、それを実現しているのが弊社の予想模試なんです。で、具体的な特徴で言うと、この3つがあります。具体例が多いっていうのと、関連ポイントも勉強できる。また、理由まで解説している。この3つがあるんですね。この3つによって、大量のポイント、いわゆる重要ポイントっていうものを短期間で頭に定着させることができるんですね。だから実力を上げることができるっていうわけです。で、実際どのようなものか中身をお見せしたいと思います。ちょっとね、これ見にくいかも。ちょっと見にくいかもしれないんですけども、例えばなんですが、一番上にこう書いてある部分ですね。これ何の話かというと、制限行為能力者の相手方の催告権の話です。相手方の催告権。で、これ表になってるんですね。表になってます。で、この問題については、この表の中の一部分、一行だけなんですよ。この問題を解く上では、一行だけ頭に入れていれば解けるんですね。しかし、それと関連して、他にも、1,2,3,4,5,6、他にも5つあるんですね。6行あるので、1つだけ今回のポイント、残り5つのポイントがあるんですけども、これをですね、別々に覚えてしまうっていうのは非常に非効率なんですよね。これはまとめて頭に入れる方が効率的なんですよ。で、実際この表を丸暗記する方いるんですけども、これ丸暗記ってできますかって話なんですよ。これできないと思うんですよね。私自身もこれ丸暗記してないんですね。じゃあどうやって頭に入れているかっていうと、実はこの下に具体的な解説が記載してあります。つまり、これ1,2,3,4,5,6って振ってあるんですけども、これ、それぞれがどのような考え方に基づいてこういった結論になるのかっていうのが書いてあるんですね。つまり、理由まで解説してあるってことなんです。ここを頭に入れていただければ、ここが理解できれば、この表っていうのは、もうあなた自身で作ることができるんですね。だから本試験でも、あ、これはこうこうこうだから、あ、答えはこれ追認だなとか、いうふうに答えを自分自身で導けるようになるっていう話なんです。で、これ選択肢、これ選択肢1なんですね。問い1のこれ1なんですけども、こっからずーっとですね、これ選択肢1の解説なんです。で、これ A41 枚。で、次ですね。ここまでが選択肢1の解説になってるんですよ。選択肢1だけでこれだけです。で、選択肢2、3、4と言って、これで大問1問ですね。大問1問で、A41 枚と2枚。だから A31 枚ってことですね。A42 枚だから、大問1問で、A31 枚分。つまり、この紙1枚で大問1問の解説をしているということなんです。それぐらい解説の量が多いんですね。で、ここにも書いてある通り、具体例ですね。ここにも具体例書いてあります。問題文が具体例になっていれば、それ使えばいいんですけども、そうなってない問題もあるんですよね。そうなってないものについては、こうやって具体例を入れていきます。で、実はここですね。一つだけこう一行ポンって飛んでるんですけども、これは、実は似たような話なんです。ここに書いてある内容と似てて、対比させて頭に入れていただきたい部分なんですね。ここ制限行為能力者の話ですね。制限行為能力者の話なんですけども、これ実は無限代理の話なんです。このように、分野は別だけれども、一緒に話した方のが理解しやすい部分ってあるんですよね。だからそのような部分は、今のように、同じ問題の回数のところに一緒に入れてます。そしたら対比して頭に入れれますよね。だからそのような構成にしております。で、続いてですね、まあ、隣のところに行くと、またこれ表になってるんですね。頭を整理しやすくしてるんですね。この問題で言うと、補助人のところだから、補助人だけ頭に入れたらいいんですけども、そうじゃなくて、その他の部分も一緒にここで勉強しちゃいましょう、確認しましょうっていう意味で入れてます。で、ここですね。これは理由ですね。括弧理由って書いてある通り、上にはルールが書いてあるんですけども、そのルール、なんでそんなルールになっているかっていう理由までここで書いてあります。
で、比較的、図は多い方だと思います。ここも図になってますね。で、先ほどもここも図ですよね。で、続いて、例えば次、これ解除後の第三者の話なんですね。解除後の第三者の話で、これも図にしていて、具体的な解説書いてあります。で、ここの問題は解除後の第三者の問題なんですけども、その隣にですね、解除前の第三者、これについても解説しております。これについては具体例ありませんので、具体例を入れてます。この問題は具体例ありますので、具体例があるっていうか、その問題文自体が具体例なので、その具体例を使いながら解説していて、で、これと対比して頭に入れていただきたい解除前の第三者については、実際に具体例入れてですね、対比して勉強しましょうと。で、さらに最終的に結論として、このように表にまとめていますよ。ってことですね。で、実際の解説だとやはりここまで載ってる解説っていうのがあんまりないと思うんですよね。あとはあんま載ってないのはここかな。浮世絵の目的物の所有権の帰属っていうところですね。これ判例なんですけれども、判例の内容をポイント整理をして表にまとめてます。こういったものもあまり解説とかには載ってないんですよね。まあもちろんこの問題解く上で言うと、一つだけね、頭に入れておけばいいかもしれないけれども、これもちゃんと似たようなね、関連ポイント。今回の問題はじゃあここが出ましたよと。で、本試験は次は一番下が出たりとかするんですよ。同じ問題が出るというよりも、やはりずらして違うポイントで出てきたりするんですよね。だからこういった表で頭に入れておく。一緒に確認しながら勉強できるっていうのも一つメリットになってきます。で、今言った内容っていうものが、これらなんですよね。具体例を入れてたりとか、表になって関連ポイントをまとめていたりとか、さらには理由付けをして解説をしていたりとか。こういうことによって、大量のポイントを短期間で頭に定着させることができるって話なんです。この大量のポイントっていうのは、一問、一選択肢から一つのポイントしか頭に入れるんじゃなくて、表になってたりとか、対比ポイントとか、関連ポイントとか、一緒に入れてますので、一つの選択肢から、二つ、三つ、四つ、そのように複数のポイントを頭に入れることができるんですよね。しかもそれが理由付けできたりとか、表になったりすると、さらに頭に入れやすくなっていくわけです。このようにして短期間で大量の重要ポイントを頭に入れることができるっていうのが弊社の予想模試の特徴なんですよね。なのでまだ弊社の予想模試活用していない方、そして今年絶対合格したい、実力を上げたい、そういった方はぜひ弊社の予想模試ご検討いただければと思います。で、今回見せたのは1回分の解説だけなんですね。で、1回分だけでこれ75ページあります。で、3回分ついてますので、だいたい70ページから80ページあるので、3121、210ページから240ページぐらいの間ですね。そのぐらいの解説の量あります。なので相当量勉強できます。これだけでも。なので、あなたの今年の合格に役立てていただければと思います。で、予想模試のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。